そうやって一昔前までは身分や家系の威厳を周囲に示すために先祖代々ずーっとね受け継がれてきたもの、それが家紋というものでございます。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今回はお墓に彫り込まれているあの家紋について解説してまいりたいと思います。あなたのお家の墓石に家紋ってございますでしょうかね。お墓によっては水受けに彫り込まれていたり、中央正面の墓標にドーンとね彫り込まれていたりします。まあご覧になったこともあるでしょう。家紋というのはそのうちに昔から代々伝わる紋章のことでございます。でもそんな家紋はなぜお墓に彫り込まれているんでしょうか。ご存知の方も少ないのではないでしょうかね。ちなみにあの家紋ってね、今からでも作成することができるってご存知でしたか。この動画を最後までねご覧になっていただきましたら、家紋のデザインをあなたが自身がね考案したくなるかもしれませんよ。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。霊園などに出向いてお墓参りをしていると、あの家紋が刻まれている墓石を目にする機会があると思います。中にはなぜ自分のお家のお墓には家紋がないのか、いや家紋を入れた方が縁起がいいのかなみたいなね、そんな疑問を持たれた方もおられるかもしれませんよね。まあ私なんかでもね、お檀家様がお墓を新調なさったということでね、開元供養のお墓参りに出かけた時に真っ黒な御影石にドーンと黄色で彫り込まれた家紋、そんな家紋の下に丸々家先祖代々の墓とね、まさに堂々とした立派なお墓に圧倒されたなんてこともございました。家紋が入った墓石はそのお墓自体がなんかこうね威厳を持って佇んでるように見えると言いますかね、自然にこう手を合わせたくなるような墓石になるんですよね。まあそんなパワーを持ってる家紋なんですけれども、その種類は一体全体いくつあると思われますか。その数なんと2万種類です。2万種類。今から4年前の2018年当時で日本各地に確認されている家紋の種類はなんと2万種類もあると言われているんですよ。ただし本家の家紋を少しアレンジしたような紋章が多いので、系統が全く異なる家紋というのはね実質そう多くはございません。じゃあ系統ごとに分けるとどうなのかと申しましたらね、大きく分けて約10種類にまとめられるようでございます。おまけにその10種類を共通点でまとめると6種類ほどになるそうなんですね。まだ家紋が庶民の暮らしとは関係のない時代、戦などで手柄を立てた家来に家紋を授けることがございました。日本国のあのパスポートには菊の御紋章があしらってありますけれども、あれは天皇家の家紋ですよね。その天皇家の象徴である菊の御紋章は豊臣秀吉など功績を挙げた人物に授与されることも少なくありませんでした。そしてその家紋をさらに自分の家来へというようにね、家紋はどん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 譲渡できるものだったようでございます。そうやって同じ家紋を使用している屋号には歴史的な関係性がある場合があったりとかね、描きやすい家紋は単純に使いやすいのでデザインが似てしまった家紋なんてのもあるようでございます。まあそれにいたしましてもね、ある意味すごいですよね。だって6種類10種類の元デザインから2万種類ものデザインをアレンジして考案してしまうこの日本人はですね、いや本当にね頭が下がる思いがいたします。あとは外国の文化も日本流に取り入れて今では日本の文化として成立しているものも様々にありますからね。いや本当にね日本人ってすごいなと思います。皆が想像力豊かなクリエイターなんだなというふうに思いますよ。お墓などをこうずっと見ているとね、あちらの家紋とこちらの家紋がよく似ているという場合がございますのは、元デザインが同じという場合があるからということになります。家紋のデザインもシンプルなものから2つの形を組み合わせたものなど実に様々あるんですね。お家の名前、つまり名字ごとにある程度の家紋の系統が分かれていたりとかね、お家の歴史が関係していることが多くて、まさに家紋はそのうちのシンボルマークと言えましょう。ちなみに元デザインの6種類と言いますのはね、植物紋、動物紋、自然紋、建造物紋、器物紋、文字紋、これの6種類に分けられます。まあ簡単にご説明しますと、まず1つ目の植物紋なんですけれども、この植物紋に分類される家紋が一番多いとされておりましてね、霧や富士、梅田のをモチーフにした家紋は植物紋として分類されます。まあ日本にはこの四季がありましてね、自然豊かですから豊富な植物に囲まれた国土を持っております。そんな植物の中でも葉の落ちない長寿の植物をモチーフにして、それを家紋にしている場合が多いようでございます。2
二つ目は動物門ですけれども、鷹や鶴などの、その鳥類を対象にした家紋が多くて、四つ足動物をモチーフにした家紋などはごくわずかのようでございます。三つ目の自然門と言われるものは、これはね、自然現象の自然という意味で呼ばれております。自然現象と言いますのは、例えば、お月様や波、雲などを指しております。古来日本人は、雨、風、雷などね、そういった自然現象は神様、仏様が起こしていらっしゃると信じてまいりました。農耕民族だった私たちの祖先たちは、自然現象を起こす神仏様のご利益を信じて、自然門を家紋になさったお家も少なくなかったようでございます。四つ目は、建造物門です。この建造物門というのは、建物やその一部をモチーフにした家紋でございます。有名な家紋には、イゲタがございます。実は、あの日蓮聖人の家紋には、イゲタをモチーフにして使われております。そのイゲタの中には、立ち花をあしらっておられます。まあ、正式には、平井筒に立ち花という言い方になるのかもしれませんけれども、まあ、いずれにいたしましても、中のあの立ち花をモチーフにされているのは、家名が由来しております。日蓮聖人のお父様のお名前を、抜きな重田だと申します。この抜きな姓の家紋に立ち花が使用されるケースが多いんですけれども、そういった家名から立ち花がモチーフとされておられます。はい、ということで次、5つ目は、鬼仏門でございます。まあ、普段生活する中で使っていた道具をモチーフにしたのが、鬼仏門という紋章でございます。例えば、弓矢や扇、傘などが挙げられます。鬼仏門をモチーフにする家系は当時ね、道具の扱いに長けていたようでございます。で、最後6つ目は、文字門という家紋でございます。この文字門は漢字の1文字をモチーフにしている家紋でございます。モチーフにされた文字の例としては、銃とかね、あとは上とか理とか万字、あとは葵などがございます。まあ、こちらもね、建造物門と同じく、家名と関連のある漢字がモチーフになっているようでございます。ということで、以上6種類の系統ベースの上に、そのお家の歴史や出来事を盛り込んで考案されてきた家紋は、全部で今では2万種類あるというお話でございました。さて、そんな家紋なんですけれども、いやいやいや、自分の家でね、家紋なんて見たことも聞いたこともないんですけれども、みたいなね、そんな方もおられるかと思います。いやね、家紋はね、古くからこうずっとね、代々引き継がれてきておるもんでございますけれども、どこかのタイミングで伝承されずに残念ながら、いつの間にか風化してしまうこともあると思います。なので、いざ調べようとしてもね、なかなか家紋にたどり着けない、みたいなね、可能性があると思います。ただね、諦めるのはまだ早いですよ。そんな家紋がわからない場合はどうやって調べればいいんですかということなんですけれども、実はね、方法が4つございます。まず1つ目、ご親族に聞く。2つ目、墓石を調べる。3つ目、家族のアルバムや房やね、あとはお盆や食器、あるいは資料などを調べてみる。4つ目、どうしても見つからない場合は新たに業者さんにご依頼をしてデザインを考案するということになりますでしょうかね。まず1つ目のご親族に尋ねるというのは、まあ一番手軽でね、手っ取り早い方法だと思います。特にね、歴史を重んじる家系ですと、この方法でもかなり高い確率で家紋が見つかると思いますよ。本家筋のご親戚や祖父母に聞いてみるのはよろしいかと思います。2つ目の墓石を調べるというのはね、お墓に家紋を入れられる風習があった時代もございますので、墓石をくまなく探せば見つかる可能性も高いと思います。お墓に刻まれたその家紋は時間とともに消えることは滅多にありませんし、お墓に入っている家紋が誤っているという可能性も低いことでしょうね。ただし、お墓が複数ある場合は全ての墓石を回って正式な家紋を見つけなければいけません。3つ目の家族のアルバムや副作や、あとはお盆や食器、あるいは資料などを調べるというのもね、これ家紋が刻印されている可能性が高いと思いますので、探してみる価値は大いにあると思いますよ。ご家族のアルバムや祀られているお人形さん、慶長寺の時に使用する服さやね、あとは置物、それにお仏壇の中にある過去帳に記載されている場合もあると思います。あとは資料類ですよね。資料類やアルバムなどにはご家族の大切な思い出が詰まっているので、なかなか処理されることはないと思います。なので昔から代々こう受け継がれているものの中にはありますでしょうし、正確な情報を得られる可能性も高いです。この機会にいろいろ調べられて、家紋がどっかに載っていないかなとかね、確かめてみるのもよろしいかと思いますよ。そして最後4つ目が、新規デザインを業者さんに委託して作成するというものでございます。まあ業者さんによっては費用や完成日数などはまちまちなんですけれども、ぜひね、家紋をお作りになってもよろしいかと思いますよ。ただね、新規家紋を作成して墓石に家紋をお入れした後に、なんと代々受け継がれるキャスの家紋が発見されるなんてこともなきにしもあらずだと思います。
その場合どうすればいいのかということなんですけれども、結論といたしましては、家紋を実際彫刻するときにはね、そこまで深く掘らないので家紋の掘り直しが可能でございます。掘り直しするの？と思われる方もおられるかもしれませんけれども、そうなってしまった以上ね、まあしゃあないですよね。掘り直しの費用はね、だいたい2万円から5万円程度でね、石屋さんが行ってくださると思います。あと新規作成したその家紋とね、それから元々使ってた代々の家紋がね、混合した後の子孫が困惑しないように、その正し書きをねまた付け加えておくとかして、後々子孫たちまた伝承してもらえるようにね、しっかり残しておくことも大切だと思います。ちなみに一基の家墓に複数の家のご遺骨が収まっているようなお墓もあるかと思います。その場合両方の家紋を入れても問題ございません。家紋の入れ方は2つの家紋をこう横並びにして掘るのがよろしいかと思いますよ。あるいは両家の家紋を合体させて新しい家紋をお作りになってもそれは問題ないとされております。さて、では最後にね、そもそも家紋って一体何ということ、そしてそんな家紋を墓石に入れる理由について語って終わりたいと思います。そもそも家紋というのは先祖代々そのお家に伝わってきた家の紋章のことでございます。まあ分かりやすく言えば企業などのロゴマークと同じ役割のもの。武家社会当時の日本ではその家庭の身分や役割を見分けたり、威厳や高い身分を示すためのものとして家紋が利用されてまいりました。例えば時代劇なんか見ておりますとね、徳川家の三つ葉葵はとっても有名な家紋の一つ言えますよね。それが明治時代になると紋付き袴が庶民の間でも普及し始めたのを機に、一般庶民の間でも自由にお家の家紋を決めるような流れになってまいりました。なので明治以降はほとんどのお家に家紋が存在するようになりましたし、そのお家の歴史を表すシンボルマークとして提灯や玄関などに家紋を掲げてお家の威厳を示したりするようになりました。家紋というのはそういうもんなんですけれども、そんな家紋がお墓に刻まれる理由は昔から先祖代々続いている家系ということの証、そして次世代の子孫繁栄を祈って親先祖たちは最後にね、自分たち一族の血統のご遺骨が収まる場所のシンボルとして血統のシンボルマークでもあるその家紋を墓石に彫り込むという理由があります。あるいは自分たちの家財道具や持ち物に家紋を刻むことで、これは自分たちの家系のもの、血統であることの証を周知させたいという気持ちが最後の追の住処となる墓石にも家紋を入れるようになったというのが、実はね、墓石に家紋を入れるようになった理由と言われております。親の顔に泥を塗るようなことしちゃダメだなんて言葉はね、まあ今の時代もう死後に近い言葉なのかもしれませんけれども、かつて私たちの祖先たちはそれだけね、血統を大切にしてそのプライドを守り、その熱い思いを家紋に込めていたものと思われます。ちなみに墓石に家紋を必ず入れなければいけないんですかと問われたならば、それは絶対ではありません。近年では昔ながらの古風なお墓もあれば、洋風のお墓、またデザイン性に富んだ個性的なお墓などね、実に多種多様なお墓が存在しております。そのお墓のデザインや好みに合わせて家紋の有無を決められても構いません。必ず掘らなければいけないといったそういったルールはございません。今では身分制度がなくなり、所属先よりも個人が重要視される現代では家紋はあんまり意味がないように感じるかと思います。ただね、家紋をお墓に入れるかどうかは自由ではありますけれども、家紋自体はご先祖様から続くその家系という歴史のシンボルでもありますからね。そうやって一昔前までは身分や家系の威厳を周囲に示すために先祖代々ずっとね、受け継がれてきたもの、それが家紋というものでございます。今まであまり意識することのなかった家紋かもしれませんけれども、ぜひこの機会にね、家系に伝わる家紋をお調べになっていただいて、その家紋に血脈の鼓動を感じ取っていただくのもまた大切なことかと思います。また墓石に掘り込む家紋には黒色、白色、金色の3色のみ使用できるとかね、そういった細かいルールなどもございます。実際これからね、墓石に掘り込もうと考えられていらっしゃる方はね、信頼できる石屋さんに細かいこともご相談しながら、ご先祖様が大切に守ってこられたその家紋をもう一度掘り起こし絶やすことなくね、大切になさっていただくことで、ご先祖様もお喜びになられ、それが先祖供養につながると思います。そして自分自身のこの魂、血脈の中にもね、大切なプライドを持つことができるのかもしれません。ということで、家紋についてのお話は以上でございます。本日のお話をお聞きになられましてね、何かこう感じるものがあったと思われるそこのあなたは、ぜひね、コメント欄に感想を書き残していってくだされば幸いでございます。そしてチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。
それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。